命宿る者には生命が宿る。どうも、カニカマです。というわけでですね、盟友クエストをすべてクリアしましたので、いや、ほぼすべてか。完全にすべてではない。ほぼすべてクリアすることによって出現するクエストを、モンスターハンターやってみようと思います。まあ、モンスターハンターって言って割には、ただただ、ドスコリューと戦うだけなんですけど、あ、彼だ。そして連れてきたのは、全部基地使えることに定評がある、うつうし教官と、まあ、盟友屈指のユータとして知られているフゲンさんです。今回は対戦よろしくお願いします。白毛カブト割りを見せてくれたら嬉しいんですけどね。いや、嬉しくはないか。あんなプレイングをやらされたら、ちょっとね、世間は許してくれませんよ。いや、早速一撃食らっちゃったね。何やってるんだ今やっ、え？あんなに早くやるもんかな。あんなにやる早く兜割り、赤ゲージがすでに溜まっていたのか。で、あ、黄色ゲージでしたね。フゲンが今、黄色ゲージなのが見えました。こういうのはちゃんと見るタイプなんだよ。で、今のね、で、踏みつけたかったんだけどね、うまくいきませんでした。まあ、結果オーライって感じかな。で、これはね、ダウンさせよう。総理いきます。うん。総流した方がいい。ここは絶対にそうした方がいい。ここはね、生子汁の泉と言われてましてね、ここでダウンをさせると、ダウン時間が伸びます。もうちょっと、で、四股踏み、そして、おりゃ、交流！これがね、ホッピング交流の進化系ですね。これを繰り返してるだけですごいダメージが稼げるとか、なんとか。まあ、ここはちょっと、普通に殴っていきましょうか。四連印山を最近使いこなそうと努力して、ここはね、通常ジャンプ攻撃が有効だったりします。これスタンかな？モンスターがめまいを起こしてない。だとするとボムガスガイル君かな。たまには有能なことしてくれるじゃないか。そんなチャンスを私は無駄にしたけどな、今。よくないね。そういうのはよくない。あ、これはね、毒はね、踏みつぶすよ。あ、踏みつぶすんじゃない、踏みつけるだ。日本語を間違えるんじゃない。この若かげき作品に睡眠作用をもたらす。よし、太田さん。もう創生駒はこういうこともできちゃうんですね。くらえ！これ、この毒切り寄ってきたりとかしないよね。大丈夫だよね。私は信じよう。で、恐竜症を克服しまして、強撃が状態になりましたね。あ、終わった。最終でーす。というわけで、大野土成敗完了でーす。そっくら。フゲンに攻撃してみようかな。攻撃時のリアクション、うつうしが面白いことで知られておりますが。カンって言ってましたね。帰りたいんでしょうか。で、次の相手は、あー、クシャルダオラがいたんですけど、どっか行っちゃったな。行くしかないか。頑張っていこう。あそこは遠いぞー。エオも出現したか。よいしょっと。こんにちは。見つけたかった。まあでも間に合わないか、あれは。クシャルダウラは創生君の非常に相性がいいモンスターとして知られております。いい感じの空中サポをお見せできるといいところではありますね。どうなるでしょう。多いな。だが、やった方がいいだろう。行きましょう。新大陸へ。あとは俺が守る？頑張ってくださいね。よいしょ。落下速度、段差登るのが遅いね。ニゴレース君みたいにもうちょっと素早く動いてくださると大変ありがたいんですが、ここのとこうまくいかないんでしょうかね。たどり着きまして、こうしてる間に私は体力があんまり減ってないな。で、クシャルダウラは植木雄が強い。モーションが遅いな。これもモーションが遅い。ジャックもモーションが遅い。しまった。まずいタイミングでやってしまった。かけり飯ゲージがない。まあいい。ここはね、総理王座やっちゃうんだよね。一組、よし。総流キャラランクはもう A ランクに落ちるかもしんない。
コリューの威厳なんとか保ってる感じかな。よいしょっと、よいしょっと、ホッピングして。はい、ホッピング。はい、ホッピング。はい、コリュー。860ダメージ。はい、ありがとうございました。で、ガルクの鉄中子弾が あれば、ほら、こんな風にすぐに総流待機状態になるから、これを生かせ、あ、ボムガスがいる。一旦拾って、待て、撃つシーン取られる。ボムガスガエルを拾っておこうと思ったんですけど、総流しばらく放置してると、かの者、盟友さんたちがね、横取りしていくんですよ。それに、総流待機状態中に準備を整えるといった戦法をやめた方がいいんですよね。よいしょ。よし、これでよし、これでよし。さっさと着火していくのがいい感じかな。あ、まっ、いや、あれ、この粉塵爆発しますか。しないっぽいですね。しないっぽいですね。無駄にし、いろいろと無駄にしました。やってしまいましたね。テオの総理はちょっと難易度が高いな。炎炎勝ってる時はそんなに、そこまで難易度を感じなかったのですが。まあ、というわけでホッピングして氷いきますよ。よし、盛大に腹振りましたね。恥を知る恥を。テオのとこに来んな。愛情感じちゃったかな。みんなに山を登ろう。心も豊かになるし、絆も深まるし、まあ、絆って言葉はあんまり好きじゃないんですけど、いい山登りはいいものだと思います。仲良さそうだね。成敗。おっと。ね、だけどここは手を手使うときは撤退散したか。席を譲ったようですね。そっちの方が私としてもありがたい。おっと。おっと、登っていくよ、登っていくよ、登っていくよ、フリア。ああ、落ちるけど。あ、フリア登ってるね。何やってるんだ。これ何待機してんだ、フリア。高台でずっと待機してたぞ。居合の構えしながら。ここに合わせていこう。で、鉄柱式跳躍で距離詰めて、あ、よいしょ、四股踏み。四股踏み。からの放流をさせ498ダメージ。あと2ダメージあれば1000ダメージいっていた。惜しいね。おお、さらに麻痺。ガルクの麻痺ですね。素晴らしいと思います。でも、いまだに頭部破壊ができていないよ。あ、終わっちゃった。歌手です。お疲れ様でした。みんなで勝利を祝おう。まだ狩りは終わってませんよ。次に行きましょう、次に。帰ってきたぜ。ちょっとね、ここのまま総中魂で勝ってもいいんですけど、最近ちょっと練習してることがありまして、それで行きたいと思います。さあ、ちょっと再び戻りますよ。さあ、というわけで武器をサラッシャックスに変える再チャレンジです。方向回避、人輪磨きです。まあ、そういうわけで、人輪磨き、サラッシャックスっていう戦法ですね。スラッシャックスのワイヤーステップが、なぜか人輪磨きに対応しているとのことで、組んでみた装備です。どこまで、どのくらいの強さを発揮できるかどうかは、三つなところではありますが、まあ、頑張っていきたいと思います。ある程度は練習してきた。それはね、すごく危ないからね。あー、ひるむか。あ、それはね、危ない。ふっ、おっと、危ない。爆発してからガオーって飛んでくるまでが、大事なポイント。で、よいしょ。おっと、今見ちゃったよ。黄色ゲージ株通りしてんの見ちゃったよ。何やってんですか、あなた。無限殿。黄色ゲージ株通りはちょっと、まあ、状況によっては使うかもしれませんが。とか、シャルタウロに痛めつけられたのもあって、結構体力減ってるんだ、この個体も。よいしょ。おっと、危ない。こう。うん。もう、あっという間に終わっちゃいますよ。ラオーリア。この突進縦切りがなかなか落ちる。あ、これいけんじゃね。はい。属性充填カウンターフィニッシュです。お疲れ様でした。せっかくなら、
メルゼナとかもいてくれたら嬉しかったんですけどね。あくまでモンスターハンター後世に登場した交流種たちを全面的に狩るようなクエストでしたね。モンスターハンター名刺の討伐以来名指しで呼ばれてたんですね。どこまでの信頼を受けるとは。全力で褒めてくれるんですね。ではこれならどうだ。うわ、離れられたな。さらっと不言殿に離れられたな。ちょっとショックです。というわけでありがとうございました。またの次回の動画をお楽しみにください。